明石市医師会の小島です。今回は自疾患についてのテーマでお話ししたいと思います。お尻の悩みで来られる患者さんが最近特に増えております。日本人の3人に1人は痔を患ったことがあると言われております。最近は4人に3人と増加傾向にあります。それはやはり日常生活で便秘、下痢、ストレスなどによる便通異常によって自疾患が増えているものと思われます。自と簡単に考えますけれども、実は万病のもとです。自が原因で出血して貧血になったり、また痔瘻という怖い病気ありますけれども、糖尿病が悪化して死に至ることもあります。痔を適切に治すことは大切であり、患者さんが放置しないで必ずお医者さんに診てもらうことが重要であると考えます。ご本人がですね、実は痔と思っていたらですね、大腸がんであったということがあります。これはですね、やはり先生に一回見ていただいて、あれおかしいぞ、痔と思っていたら実は腸の病気であったということもありますので、必ず、お近くの先生に見てもらうということが大切であります。痔は万病のもとと言われますが、実は痔が原因で大きな病気に発展することもあります。例えばですね、内痔核ですね、これを放置しておきますと、便秘になって便を出しにくいとか、出血がひどくなって貧血になるということもあります。便秘はですね、直腸がんの原因、もしくはその他の大腸がんの原因にもなっております。これをしっかり治療することは患者さんにとって大変重要なこととなっております。まず自覚についてご説明したいと思います。自覚はですね、出血あるいは脱出という症状で気づくことが多いです。まずお尻から出血して真っ赤な血が出た場合は、まず痔を疑いましょう。時に大腸がんのからの出血がございますので注意が必要です。この際にはやっぱり近くの先生に見ていただいて、痔ではないよと、大腸だよという時はちゃんとした大腸の検査が必要となってまいります。痔ですけれども、自覚組織からの出血、初期にはですね、こういうふうにただ腫れるだけですけれども、だんだん進行するとこのように大きくなって、ボールのように膨らんできます。そしてやがてこのように出血し始めるということであります。出血するようになってきますと、やはり治療が必要です。初期の頃には座薬を使っていただいたら結構ですけども、だんだん進行してまいりますと、これが脱出してきます。で、トイレの時に出てくるんですけども、中へ押し込むようになると思います。だんだん歩くと 出始めます。中に押し込んでもまた脱出するようになります。そうなってくると、薬では完治することは難しくなってきます。手術が必要となってまいりますけれども、現在、注射療法というのは新しく考えられております。痔温注射と言われますが、経験を積んだ、肛門科の先生が、その注射を打っております。お近くでインターネットをその他で調べていただいたら、施工している施設がありますので、お受けいただいたら注射だけで治る場合もあります。ただ全ての患者さんが注射で治るわけではなくて、手術が必要な場合がありますが、だいたい1週間から10日の入院、もしくは、日帰りで手術されている先生もおられますので、そのあたりお問い合わせいただいたらいいかと思います。あと、キレジと言われる疾患があります。キレジはですね、出血と痛みという症状でございます。これも先生に見ていただいて診断をつけていただければ、すぐに診断が出ます。でこのようにキレジ、実は裂孔というんですけども、ちょっと肛門から入ったところに傷がこのようにできます。これがキレジです。で進行すると慢性化して治りません。でトイレのために出血して痛いということが起きます。慢性化しますと内側にこのようにポリープができます。そして外側にミハリイボと、よく、イボジ、内耳核、外耳核と間違えて患者さん来られるんですけども、実はその、ミハリイボの奥に切れ痔があって、これは慢性化した切れ痔ですということが、あります。で患者さん驚いて、あ、切れ痔だったんですかということですけども、
これも適切な軟膏の使用によってほとんどの患者さんが治ります。ただですね、慢性化して薬で治らない場合は手術ということになります。ただですね、今手術は非常に進歩していましてですね、ほとんど痛みとかですね、お尻が緩んだり、なかなか治らないとかいうことはなくなっておりまして、有効な治療法が今考えられております。切れ痔に関しては薬で様子見が普通ですけども、だんだん慢性化して治りにくい場合はごくまれに手術の適用となります。切れたな、痛いなと思って、怖いから、手術が怖いから行かないとか言わないで、まず先生のところに行ってください。そして薬をもらって、ほとんどの人が治りますので薬で、治しましょう。それとですね、やはり劣行、これ繰り返しますと肛門が狭くなってしまいます。肛門が狭くなりますと便が出ませんので、緊急の事態には便が出なくなって腸閉塞のような状況を起こすこともないとは言えません。早めに切れ痔といってもすぐ治すことが大切であると思います。もう一つは痔瘻という病気があります。これは、感染症の一種であります。実は肛門腺という正常な方で、ここに正常な組織がありますけれども、肛門腺という腺があります。ここにバイ菌が入ってですね、膿がたまるという病気です。そして穴が開いてトンネルがこういうようにできてしまうという病気です。これを痔瘻と言います。この疾病は基本的には手術をしなければ治りません。経過を見ていくと、やがて複雑に穴があっちこっちに穴が開いてですね、治療するのが大変難治になる、難しくなってきます。そのため早めに先生に診断していただいて、治療を受けることが重要です。現在痔瘻の手術はいろいろな方法がありますが、非常に昔と違いまして、確実に完治する方法が、確立されつつあります。治療に関しては先生に、ちゃんと説明を受けて納得した上で受けてください。昔のように痔瘻の手術をした後にお尻が緩むとかですね、ダダ漏れになるとかいうこともありません。また3回も4回も手術が治らないということも今だんだん改善されつつあります。このイボジ、劣行、痔瘻とありますけれども、この3つの疾患が痔疾患については中心的な疾患になります。これらの疾病を放置しておくと便通が悪くなって、大腸がんになったり、あと日常生活に支障が出たり、あるいは痔瘻のように感染症になりますから糖尿病が悪化したり、もしくはトイレで息むことが増えてですね、血圧が上がったりと、すべて放置しておいたらですね、万病のもとになります。早く、治療してよく治しましょう。そして日常生活、快適な生活を送ることが大切であると思います。本日、万病のもとというテーマで私、明石医師会小島が解説いたしました。